わからない新よあんなところ、やったことは、何なんだと。ペン<ー>の力じゃないあんただけ、やっても、僕しか、こう、日本人的な感覚で言って。子羊が。本当はね、この子羊のように、おとなしくしていたいですが。はい。こんにちは。宮三輪和夫です、えー。長い戦いが終わりました。まあ、私個人で言えば、本当に、主観的には。あの、頑張ったつもりですけど。 もう戦術的にとかあるいはもうあしあし,しておけばよかったあれはやれてなかったとかですねもう後悔がもう山のようにありますだからこそこんなことでは諦めてはおりませんもうあのー、再度リベンジすべくね今もう頑張っております、えー、ぜひ ご期待をしていただければと思いま,すまあそれで、まあ、選挙のことはさておきですねこの選挙の期間にあった安倍さんのもう教団に倒れたということこれは私もあの翌日ですね、えー、いろんなことを演説をする前にのご冥福を心よりお祈りしますということを申し上げたんですがもう思い起こせばですね安倍さんがあれだけ 重鎮として重きをなしている自民党でさえものすごいいろんな我々不満があったわけですよだからこそもう新党国盛り戦ったわけですが安倍さん亡き後の自民党ってもっともっといろんな意味でとんでもない党になる可能性があるそしてその党が対象してしまっただからこそ新党国盛りのこれからあの必要性日本にとって必要性は安倍さんが 頑張ってらした頃以上にあるということでですね。思いを新たにしております。で今日はその選挙のこともさることながら。そのどうしてもね、許せないことを申し上げます。安倍さんに対して、あまりにも。安倍さんの生前世論がひどすぎた、つまり、もうある時期ね。安倍さんのことであれば、何を言ってもいいというようなこと。 これはもう活字メディアでもあるいは地上波でさえあるいはもうネットに至ってはもう論外ですでいまだに私許せないのはもうこれだいぶ前ですが安保法制の頃ねあの山口二郎さんという政治学者がこれは私はもその当時このコラムでも取り上げましたけどももう安倍は人間じゃない叩き切ってやるとまで言ったんですよ山口さんさぞかしご満足でしょうね もちろんその本当の意味で叩き切ってやると言ったんではないということも十分分かってますよ分かってるけど比喩としてもそこまで言っていいのかとそしてそうしたことに煽られた人間が今度の強行に及んだとやっぱりそういう空気を作ったわけですからねやっぱりね言論人としてはその責任は絶対感じてもらわないとこれ困るんですよ 言言葉ととととしても言ってもっいいことと悪いこ悪がありますそれからその安倍さんと麻生さんと森さんかなんか飛行機が落ちた時にどうのこうのというくだらないことを言った令和のこれを集会で言,言いましたよねその飛行機が落ちることは日本国民のためになるみたいなことこれもね、うん まさかこんなことになると思わないで当然言ったということは分かりますよしかし言っていいことと悪いことがあるんですよそれからもっと言えば安倍さんの葬式は朝日新聞が出すと言った朝日新聞この朝日新聞はそれをあの亡くなった若宮さんという人のせいにしてそんなことは言ってないもちろん借金にするわけはないってなこと言ってますけども少なくともそうした空気があったことは確かなんですよやっぱりね 言論を自由もちろん私はあの言論表現の自由というのは最優先に考えますよしかし当然そこには一定の良識というのがあるんですよこれから本当に世の中治安も乱れてくるでしょう少なくとも責任ある立場の人はそのつもりじゃなかったと言ってもそれに影響される人間はいるんですよ結果的に殺人教唆にもなるんですよ そのことを強く強く強く思ってもらいたいし山口二郎さんに関しては絶対この,この事態を受けてのね、あのー、コメントを、まあ、発してらっしゃるようですけれどももっとちゃんとした形で私は聞きたいと思います。それは少なくとも言論人としての最低の義務だと私は思います。安倍さんが もう亡くなって私はもう本当選挙中でしたけどもうその聞いた瞬間もう全ての活動を停止いたしました本当にショックでしたそれは安倍さんという方が亡くなったということのショックもちろんですが安倍批判もしながらもねやっぱり安倍さんがいるということが一つのなんていうのかな 保険になななっっっててたたんですよそれがなくなってしまったで今の自民党に安倍さんに代わる存在はいませんもう高市さん私は期待をいたしますが高市さんもやっぱり安倍さんの後ろ盾があってからという面もあるんですねですから本当に残念でしただからこそその安倍だったら何を言ってもいいというような空気を作った連中が絶対に許せないそしてそういう空気があの犯人をそういう強行に 及ばさせたこれは明らかにその縁を作っているわけですから、その人たちが口を拭ってね、何事もなかったかのように、あるいは口先だけ,だけの,あの追悼で済ませられるかと、本気で本気で本気で、私は怒っています、そうしたことを含めて、やっぱりもっと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 、我々は戦わなければいけないと、心を新たにしてる思う次第でございます。参議院のことそして安倍 さんのこともういろんなものがないまぜになっている現在の私ですがこれはもういずれにしても戦うことによってしか解決できない問題だとそして安倍さんが多分思っていたであろう強い日本豊かな日本それを目指すべくますます私は頑張る。 もうそれしか今言葉になりません頑張りますそれだけはお約束いたしますでは